スーパーマリオメーカーやっていきましょう。今回は難しいですね。パート102になるのかな。よろしくお願いします。暑いっすね。やべえよまあ部屋閉め切ってやるからね。クーラーつけて、扇風機つけて、マイクに風が入らないように注意して、超大変超大変です。ここは上に行くのか。あ、これは10秒しかねえじゃん。よく見たら5、4、3、2、1。うわぁ、フライハイだもんね。一番高いとこだよね。これ間に合うのかな、20秒。とりあえずこのコードをキープで、多分ゴールポイントを合わせないといけないんだよ。オッケー、危ねえ。よかった、2回でクリアできた。実質ミスなしでクリアできましたね。ステージ2いきましょう。ザ・ゴーストハウス。テレサだ、テレサ。なんか落ちてくるかな。落ちてこないですね。カロン。これあれだね、初期のマリオメーカー始めた、うわー、マリオメーカー始めた時に一番最初に使用できるやつだな。あの最初からあるんですよね、デモコースみたいなやつが。それをそのまま変更した形ですね。これはいけねえ。おっ、そっか。じゃあ、危ない危ない、これに入って進むべきは右かな。なんかでも左行きそうな雰囲気ですね。おぶねえおぶねえ。おお、キノコ欲しいぞ。これは取っとこう。はい、そうか、持ってくこともできるんだよね。あ、やべ、積んだあ、いいんだ、ちびっこになってこれ持ってきるんだ。別に持ってく必要もなかったかな。手前の入るのは普通に考えておかしいっすよね。おぶねえ。普通に手前のも入らない、難しいとこまで行って入るのが正しいよね。オッケー、危ねえ危ねえ。難しいな、アクションが。ふざけんな、ふざけんな。オッケー、よし、先進めた、やったぜ。うん、いや入れないっすね。じゃあこっちでいいのか。うわ、これむずくね。でっかいままで来たんで、この無敵状態を利用していきたいと思います。 OK。 動くね、回るテレサは難しいよね。これはあれっすね、隠しっすね。ゴールが見えてるんだよな。直でゴール入りてえな。よいしょ。危ねえ、何もなくてよかった。助かった。ステージ3やっていきましょう。ブルーヨッシーズダンジョン。青いヨッシーなんてまだ搭載されてないよね。はぁ、あるのか。あれだ、編みぐるみヨッシーの青だ。かわいい。これになれるんだね、卵にね。卵変化ができるんだ。あ、やべ、早くも取られた。青ヨッシーが、せっかく可愛かったんだよな。こういって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 、ズドーン。そっか、こうか。で、またヨッシー確保だ。これむずそうだな。またトロいやつだしな。あぶね、いや、意外といける。あ、ここら辺から難しくなってきますね。よいしょ。ヨッシーって結構ジャンプ力あるんだな。結構ジャンプ力ある。お、今度は飛べるタイプか。オッケー。上になんかある。あれ？じゃあ左？オッケーオッケー。オッケー、落として、こうか。よいしょ。お。でっていう。青でっていう。あ！普
通にミスった。かっこ悪いミスをした。よいしょ。ほい。え、けい。これに乗るんだな。お。乗るんだな。オッケー。で、ちくわに乗って、左に入ると。はい。おー、ゴールです。やったぜ。どっかに扉あったのかな？それとも、最後あそこに置いただけか。さあ、ステージ4と参りましょう。クッパ軍団。クッパ軍団。いっぱい出てきそうだな。クッパ軍団って言うと、カメックやら、カメックやら、なんすか。うぅ、あぶね、ジュニアやら、いろいろいるよな。なんだろう、あとなんだ、あれ、カロンとかテレサとかもそうか。クッパ軍団か。これ踏んで、でも今んとこはクッパ軍団、もうこれ全部軍団なのかな、バブルとかも。タモさんのちっこいのチョロップとかも軍団なのかな、どうなんだろう。キラーとかね。これ尻尾慣れたの大きいぞ。なんかマークが描かれてるな。ここは中間ポイント的な。いやー、これ空中コースはちょっと尻尾ありで行った方が多分いいと思うんですよね。お、そうか、これ被れんのか、この後こういう風に。そうか。まあ被るともうあれができなくなっちゃうけどね。まあいいでしょう。うん、こいつは被れないよな。メットも被れそうな感じするけどな。まあ中身が今いる状態だからね。おねおね。さあ、そろそろクッパ様のお出ましのようですね。あ、そっか、ブロスもそうだな。オッケー、今いけ、なんで、おぶねえ、イエーイ。カメックも最後の最後で出てきてくれましたね。ステージ5、多分ラストになるかな。難しい。うん、難しくないことを祈るよ。なんすか？嘘だろ？嘘だろ？やめてくれ？うわ、なんか、これ、まさかその、まさか的な？これはあれだよ。もしこのままゴールだとしたら、動画見てる人みんな怒りそうだな。動画見てる人みんな怒りそうだな、これ。そうじゃないことを祈るけど。うわ、なんかその感じっすね、これね。うわ、マジかよ。ゴールあったよ。これみんな怒んだろうな。これさ、投稿した時にさ、当然、この上を使ってさ、クリアしてるわけでさ。下なんかほとんど無理ゲーとかしてる可能性の方が高いわけで。これは怒るよね、みんなね。これはかわいそうですよ、やる人が。このプロペラマリオ使えばどうかな。おっ、レッティは取れないけど。そうか、これはしょうがないのかな。一応2マスだったらいけなくはないけど。うわっ、 あそこにスターが隠れてるんだな、多分。ちょっとこれは利用させてもらおうかな。あとプロペラどうしよう。プロペラまで行くかどうか。いいか、プロペラなしでちょっと行ってみようか。これスターが取れるんだな、よく見たら。え、やめようぜ。難しいのベクトルが違いすぎるぜ、お兄さん。ファイヤーなくなっちゃったからこれでいきますね。あぶねえ、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 あぶねえ。はい、ヨッシーも取れそうなんだよな、うまいことやれば。そっか、それでいくのかな、ここは。あんま行きすぎないでと。こいつが来るのと、ここが逆ベルトコンベアなんだよな。うわー、ファイヤー、ファファファイヤー。あ、いけた。あ、オッケー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 。ヨッシー確保できたぞ。
これででっかいままでいけるかな。いや、頑張ればなんか、よしごと？ああ、ちょっときついか。ちょっときついな。ダメだな。オッケー、ファイヤークラウズに済んだ。あぶね。やっぱでっかいと動きが機敏になるな。ああ、でも食らった。お、違うんじゃん。キノコの格好。嘘だろ？おー、セット。嘘、嘘だろ？あぶね。あぶね、あぶね。嘘だろ？なんだなんだ？あー、ビビるわ。やめてくれ。うん。これは何なんだ？あ、そういうこと。クッパ様もいらっしゃるということで。はい。あ、これ乗れますね。あ、あれが見えたね。ゴールの銀ラインが見えたぞ。よいしょ。お、出上がっちまった。無理。うっしゃー。いや、意外と下も難しくなかったな。死んだけど。死んだけどいけますかね、全然ね。